はい、えー、どううもも皆さんこんばんこばは誇るといいのでございます、はいえー、今回もやっていきましょう「おやすみラジオただの寝言」ということなんですけども、えー、まあこの「おやすみラジオただの寝言」のコンセプトとしましては僕がもうまさに眠いもう今から寝るぞという時にベッドに入って、まあ、その横へですねこれスマホで撮ってるんですけども録音をつけましてもう本当に寝る寸前みたいな。 もうだからまあ、ただの寝言って言うんですけども、そんな、えー、まあ、夢か、うつつか、え <laughs>、ちょっとまあ、現実か、えー、怪しいようなところで、こう、トークを展開するというような、まあ、コンセプトで、最初始めたんですけども、はい。 いやねあ,まあ、あと、普通にあの毎週金曜日の25時からということで、まあ、ほとんどの方は、ね、静まっているか、まあ、今から寝るぐらいの、えー、感じかなということで、まあ、そういうお休みラジオということを付けさせていただいたんですけども、えー、私、僕欧ですね、さっきちょっと寝ちゃってましたね。はい、<laughs> あの基本的にはこう今から寝るぞと、まさに一日頑張ってきて、あもう眠いからまあ明日も早いし寝ましょうねという、そんぐらいの時に撮るのが、いつも、うんまあ 100%そうだったかと言われるとそうじゃないこともあるんですけども、えー、そういう時に撮っていたんですけども、はいえー、今回ですね私誇るちょっと寝てましたねついさっきまで。うんまあ、と言っても本当に時間としてはまあ30分いかないぐらい20分ぐらいですかね20分ぐらいもう、えー、記憶がないです、はいまあ、記憶がないというかもう完全にですね時計がですね、はいえー、11時。 まあ20分ぐらいからですかね。まあ今、あの、11時え40分ぐらいにえちょっと目が覚めまして、まあ水をね、一杯だけ飲みまして、はい、えー、これを取り始めているんですけども、現在木曜日の夜でございます。はい、えー、よろしくお願いしますって感じなんですけども、うーんが本当に今日一日疲れましてね、はい、なんてだろう、まあ精神的にとかじゃなく、本当に肉体的に、まあ、運動をしたので、はい、<laughs> 疲れたということでですね、まあ今から、まあ今ちょっと、うん、 眠い状態なんでね。まあ、コンセプト通りじゃゃコンセプト通りな気もしますけども、はい。一回寝てしまいました。はい。お休みラジオ、前にお休みしてしまうということでですね。まあ,あ、の、実際このまま寝ちゃっても良かったんですけど、でももう木曜日の夜ですから、金曜日の夜、まあ、金曜日の25時、まあ、日付的には土曜日なんですけども、はい。金曜日の夜にはもう、これ、プレミア効果しなきゃいけないということで、金曜の夜にとっても遅いんですよ。はい。このままね、まさにこう、 いわゆるこう生配信というような形でしたらまあ可能かもしれないんですけど、まあ、一時って私はあんま起きてないですし、はいまあ、そんな、ね、夜遅い時間に、うん、動画を撮るというか、まあ、生配信するのもどうかなということもありまして、基本的にはこうプレミア公開、まあ、生配信風という形でやらせていただいているんですけども、はいまあ、それは、ね、これから先、うん、変えていくつもりはないというか、生配信だともう本当になんかイレギュラーなことが起きたらそのまま、えー、出ちゃうじゃないですか。まあ、これななら別になんか途中で例えば何だろうな、うん地震 地震が起きたりとかねねまあそれはしょうががないけど、ね、そう地震が起きたり何か,あとなんかいわゆるこう親からの呼び出しがあったりとかねなんかそういう、えー、割とイレギュラーなことがあったりしても、うん、あの編集とかでどうにかなるのでこういう方がまあ楽かなというか安全かなという感じですね。まあ、確かに楽なのは生配信のような気がしますけどねもう絶対もうな誰も、まあ、そんな状況なんてないか何も。 こううんんうなななんんつだろ邪魔が入らいいというかもうこれから先まあこの動画10分からまあ15分ぐらいで終わるんですけどいつも10分から15分もう絶対このラジオに専念できるこの配信に専念できるっていう状況があればむしろ生をやりたいぐらいなんですけどもそうはいかないんですよね。時間もあまり取れないですしね例えばこう毎週何曜日この時間からは絶対空いてるというようなことがあればそれをやりたいんですけどなかなかうん。 だからってね、うん、ちょっとこうじゃあ早朝にやりますとか。 逆にまあ深夜はないだろうから昼休憩の時にやりますとかねなんかそういうことしちゃうとね結構なんか視聴習慣というか、まあ、ゲリラ配信っていうのもたまには面白いかなとは思うんですけどそうなかなかこう毎週何曜日何時から、まあ、いわゆるこう番組みたいな感じにしたいのでいわゆるテレビ番組ラジオ番組とかそうですけど、はいまあ、雑誌とかもそうですね毎週何曜日とかですからね、まあ、そういうちょっと習慣づけたいというのがありましてなかなかこううん。 それが難しいという形でねこれを、まあ、取ってるんですけど、まあ、これはだって、まあ、月から金というかまあ土から金か土から木ぐらいか、はい、土から木ぐらいで、えー、取ればいつでも大丈夫ですからね。 今木曜日に撮ってる時点でかなり今週危なかったんですけど、うん、いつもはまあ逆にそのんだろう早く撮りすぎちゃうとなんかタイムリーな話題についていけないとか、うん、だからこう上げた時にこう言っちゃいけないような言葉を言ってたりとかっていう可能性がもしかしたらあるかもしれないので割と近めに撮ろうとあ思ってるんですけどまあ水曜日遅くて木曜日ですね水曜日に撮れたらまあ一番理想かなという感じですけどはいまあ、だから実際2日なんですよね <laughs> 水か木かなんですけどはい。 まあ本当にその、まあ、今ね、例えばこの次の次の回とか、えー、また、まあ、あと3回分ぐらい、えー、取りだめちゃうっていうのも一個の手ではあるんですけども、まあ、そういうことはまあできればしたくないなということで、割とこう、キンキンの俺のこう声というかね、えー、キンキンの、うん、思いというか考えみたいなのをここでは出していきたいなと思っておりますので、はい。ということで、ね、えー、まあなんかね、もう本当たわいのない話してましたけども、ちょっとテーマを。 決めたいなと思っております。未だに、えー、チャットはコメント、チャット、コメントどっちも来ておりません。はい、えー、悲しいですね。本当にうん。今回はですねえー昔。昔と言っても。まあ僕がまあ10年前とかですか？だから小学生の時が10年前とかなのでうんだから、そう考えると、えー、そうですね。10年前から今。 まででのの遊びの変遷っていうかですね、はい、そういうのをちょっと話していきたいなと思いまして皆さんも結構こう参加しやすいテーマかなと思っております、はいまあ、結構なね年齢層の方が見てくださってるとは思うのでいろいろな意見出てくるかなとは思うんですけども僕が小学生の頃にはもう、まあ、以前の動画でも話したんですけどかなりこうスマホっていうのは復旧しだしてましてなんだろうな iPhone 何だったかとかっも正直わかんないですけどあんま詳しくないんで。 僕が初めて持ったのが iPhone の A とか、はい、それをずっと使ってたんですけど、で、それを、まあ今年というか、えー、去年かも、えー、去年に、えー、買いかね、買い換えたっていう話を、買いかねってなんだよ <laughs>。はい、買い替えたって話をね、この間したんですけども、はい。だから当時みんなが持ったのは何なんだろう、iPhone。 でも確かにちょちっちゃかったな、6とか、6とか7とかをみんなだから結構めちゃくちゃ持ってて、まあ、いわゆるアンドロイドみたいな、アンドロイド勢のいるんですけど、エクスペリアとかね、そういうのもいるんですけど、基本的にはもう僕の小学校から中学校ぐらいの時はもう本当にパズドラとか、モンストとか、あと何でしたっけ、なんかいろいろありましたよね、ケり姫とかね、そういうこうゲームアプリっていうのがもう一番流行ってた、まあ今ももちろん流行ってると思うんですけど、もうなんか流行ってるっていうか、 当たたたりり前のものもにななっっちゃったみたいな感じありますけどね当時こう、まあ、出始めっていうかちょっとこう定着し始めっていうんですかねそうだからみんなやり始めてるっていう時で僕自身はまだその時は小学校の時とか、まあ、中3高1か高1で買ってもらったのってはい高1で買ってもらったじゃん高1で自分のお金で買ったんだそうあのバイトを始めてね、うん、みんなまあ小学校の時とかね親から買い与えてもらってたと思うんですけどもえ僕は高1のその初めての、えー お金初めてのお金初めての給料で払い始めてそっから毎月自分のお金で払ってるのでそう考えるとそうですね高1ですねはいなんか曖昧だなそう中3の冬だったか高1の冬だったかと思うんですけどそう考えると高1の冬ですねはい。で いわゆるこうなんて言うんだろうなそういうアプリっていうものがまあでも一番はバズドラかな、はあ、なんかガチャとかめちゃくちゃ引かせてもらってましたねなんかあれって人に引かせたくなるのは分かりますね俺もはい何て言うんだろうね何なん,なんだろうねあれってねなんか自分でうんめちゃくちゃいいのを引きたいっていう気持ちもあるし逆になんかこう その人の人せいいにでできるるみたなあるんですかね <laughs> なんかでも僕も確かに自分で弾くっていうよりかは誰かにこれちょっと押してとかやってもらうこと多いですねまあ別にその人のせいにしたりとか逆にいいのが出たからといってそいつをめちゃくちゃ褒めたたえるとかそういうこともあんまないんですけどでもなんか人にやられることは多いですねそうまあなんかそういうもんなのかなもう結構なんかいろんな いろんなアプリのガチャ引いたりとか、あとはなんかいわゆるこう通信対戦みたいな、まあ通信対戦っていうかインターネット対戦っていうのか、そういうのをこう横で見てたりとかしましたね。なんかモンストとかってできますよね。なんか近くの人とみたいなやつね。そういうのを見て、なんかでも当時別にそんなスマホ欲しいなって思ってなかったんですよね。なぜかというとう当当時は本当に ウ i i とか、ウ i i はギリか、ウ i i ユーか、ウ i i ユーとか、あとは 3DS とかがギリギリね、はい、めちゃくちゃ安いので、もっと小さい幼稚園とかの時からゲームはやってたので、そう考えると、もう僕はそっちでも別に良かったんですよね。スマホっていうものになんかこう、特別感っていうのはあんまなかったんですよね。ゲームができる、まあもちろんその電話とか LINE とかもできるってのありますけども、はい、ゲームの性能とかなんかそういうのを考えると、全然、 家でそう w i u とか、まあ、スイッチがこの後出てくるんですけど、スイッチとかもやった方が全然良かったし、まあ、そっちでだってみんなで対戦もできますしね、スマブラとかめっちゃやってましたよ、高校の時。そう。高校の時は、えっとね、そう、中学の時に、えー、f o r w i u が出て、で、高校の時にその一番最近のやつですね、スペシャル化が出てたんで、はいまあ、その時はあの僕は、 学校には持っていかなかったんですよ。なんかこうスイッチって、確かにこう携帯でもなんか据え置きでもできるみたいなそういうのありましたけど、なんか学校にスイッチ持ってくのって嫌で、<laughs> まあその取られるとかなんかそんなんじゃなくて普通に傷がつくというか、なんか汚したりしたら嫌だなっていうのがあったんで、そんなね安いもんでもないですからね。そう。でも結構もう本当にみんながみんなと言っていいぐらいスイッチを学校に持ってきてたので、でしかもなんかいわゆるこうお裾分けプレイみたいなのあるじゃないですか、メイドインワリオでいう、そう。あの、 スマブラとかなんかいろいろこう何プロコンとかいろいろコントローラーとかつなげたりして4人とかでできますよねあれねそうだからあの授業の合間とかやってましたねスマブラをうんだからそう考えると外で遊ぶというよりかは外まあでもそれも外ではあるもんなそう家の中で遊ぶというよりかは外でゲームをするみたいななんかそういうのが僕の周りでは主流だったのかなってところがありますねあんま家で遊んだってことももちろんありますけどでもなんか 外にスススマホなななららイイッッチチを持っっってて行遊ぶというようよ感じが多かったですねそれより昔本当に幼稚園生から小学校の低学年とかになってくると遊具で遊ぶとか出てくるんですけどだってそんなちっちゃいね時に行ける範囲なんて限られてますからだんだんこう飽きてくるんですよねだって遊具なんて別に毎日変わったりとかしないですからそうでも本当になんかこの間本当に公園を通って なんか時が経ったなって思ったのは、ほとんどもう遊具がなくなっちゃってたんですよね。はい。いわゆるこう危険な遊具だったりとか、あとはなんだろう老朽化でちょっとこう木がね、木造のやつが木がちょっとはみ出てるとかね、そういうのあるじゃないですか。だかそういうので多分もう本当にいっぱい僕がちっちゃかった時、幼稚園の時とかにはもういっぱい遊具があった公園がもうただの広場みたいになってるみたいな。もうなんか前遊具があったような、えー、形跡はあるけどもう遊べないみたいなね感じで。 なんかいわゆるブランコとかもなんかこうくくりつけられちゃっててできなくなってたりとかして、それってすごいなんかで寂しさを思いましたね。別にその公園に特別な思い出があるとかそういうわけでもないんですけど、なんかこうまもちろんその当時遊具遊んではいましたから、そう考えるとなんかうんなくなっちゃったのかって感じはありますよね。逆に言うとそういうなんだろう、ちっちゃい子が遊ぶ場所っていうのがどんどん少なくなってきてるような気がしていて、そう考えるとやっぱり。 家でこうネット対戦とかができるゲームとかアプリとかになっていくのかなっていうのはそれはもう,うーん自然なことなんじゃないかなと思いますけどねだから僕は一番ギリギリこう外で遊べてた世代なのかなっていうのを思ってますねまあ、もちろん分かんないその地域によってはすごいこう子供が遊ぶ場所がいっぱいあるところもあると思うんだけどうちの周りではそんな感じですね、はい、まあでも実際うんでも楽しかったですね一番楽しかったのはでもいつだろうな 高校とかになってくるともうだんだんね自分でバイトとかもしだして例えばこう買い食いとかしたりしてね帰りに学校の帰りにどっか寄っていこうとかあとはなんかこうちょっと電車で遠めのところに行ってみようとかね休日とかも結構こう行動範囲が広がって行ったことがない場所だったり見たことない景色っていうのをまあ割とこう旅とかそういう遊びとかってどこに行くかよりも誰と行くかだと思ってるので。 そう突然ねあの鎌倉に行こうとか言われだして結構遠いんですけどはいね鎌倉に行った夜もありましたね <laughs> あれ楽しかったなうんなんか本当に何をするでもなくただ歩いてるだけなんですけどそれもすごい楽しかったですねだからやっぱりこうまあでもやってることの本質っていうのは今とあんま変わってないなと思ってて 僕はまだ車の免許持ってないんですけど友達がね車の免許持ってるんで移動手段が車になったってだけでなんか行ったら別にそう特に何をするってわけでもなく、ま、美味しいもの食べたりとかそうあとはなんかいまだに公園で遊んだりとかもしますね、まあ、遊具でとかあんまないけど <laughs> 公園ちょっとぐるーって回ったりとか走ったりとかたまにしますと。だからすごく、うん やってることって変わんないんだなって思いますけどはい皆さんが子供の頃って何してましたかって感じですねはいまあ僕はだからそれ聞かれたら何て答えんだろう <laughs> うん Wii U ですね <laughs> 一番やったのはでも何だろうまあでも僕自身結構古めのゲームとか当時から好きだったんでファミコンとかもね持ってましたし、うん そう考えると何だろうな。でも一番やったのは確かに Wii、WiiU かも。WiiU ってだって Wii のソフトできるんで、そう、しかも Wii リモコンもそのまま使えるんで、そうだから WiiU を一番やったのかもしれない。うん。俺は WiiU 世代です。<laughs> はい。よろしくお願いしますって感じなんですけど一番やったソフトは何だろうな。でも結構なんかまんべんなくやってましたね。有名なソフトは。基本的にマリオとかもそうですし、Wii で結構売れたようなソフトは多分全部持ってたし、えー、いろいろやってましたね。うん。 Wii U WiiU になってからの、ね、時代って結構短かったですからね。Wii U でずっと Wii のソフトやってたんで <laughs>。そう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 。はい。まぁ、いまだに、まあまず最近はやってないな、でも、うん。そうそう、やりたいななんて思ってますね。ゲーム実況とかもね、できたらいいななんて思ってるんですけどね。はい。ので、ね、誇、え、り、ー、でした。少し良いなと思ってくださいましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録って是非よろしくお願いします。今現在チャンネル登録者数が600 えー、666人かなはい、悪魔の数字ということで、あと4人で670人を目指しております。ぜひ,ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。嘘。676だ。はい、10人の方ごめんなさい。676人ということで、あと4人で680人を目指しております。ぜひ,ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、そして Twitter、X ですね。Intergram、TikTok とスレッツ、この段階なんかぜひぜひチェックよろしくお願いします。ということで、えー、誇れでした。えー、まあ、唐突でしたけど、眠い,いんで、はい、また二度寝したいと思います。のいこで、えー、誇れでした。えー、また、 次回おやす、えー、おやすみラジオでお会いしましょう、はいお。おやすみの親とお会いしましょうのおわが完全にくっついた。はい、おやすみなさい。<laughs>